流派のハドネモライのコーナーやってまいりましたけれども、今回はですね、今回の犠牲者はこちらの方でございます。犠牲者ってなんだよ。一人ぼっちのパリピーさんでございます。イエーイ。ということで、リンクの方下の方に貼っとくんで、ぜひとも飛んでみてあげてください。一人にはさせない。ということでね、まず行きたいと思います。火ね、これ二角ですね。刀二角です。 B 二角です。はい。砲はな、棒は七角です。通は一角、チーは三角、ノーは一角、パーは三角、B は二角。で、落ちるね。B は三角。で、ご一致です。ね。ということでございますけども、どうでしょうか。まあ、火は二角ですよね。これポイントです。あと、棒ね。砲は五角なんで、二角なの。チーは三角ですよ。で、まあ、これ結構ね、まあ、覚えてください。覚えてなきゃ、覚えられない人はね、まあ、一覧表を見てください。生命判断講座をどっかに貼ってます。場所は忘れました。ということでね、これ合計するとどうなっちゃうのっていう話ですよね。そうです。そうなんです。この画数27画。27画ってさ、覚えてる？みんな。やっちまったな。もうね、ダメでしょ、避難。一時的にね、能力が高いんで、まあ、行動力とか知力で成功するんですけども、やはり、妬まれちゃうんですよ。ということで、変えましょう。これもう、ダメなんで。これ小教室って言われるもんですけども、大教室っていうところもあるんですよ。教室っていうところもある。まさがみ家では小教室。まあ、たまにはね、バランスによって大教室になったり、競争になったりするんですけど、基本的には小競争でございます。まあ、ここら辺でね、まさかにブレるんで、なぜブレるかっていうと、全体のバランスを見てしまうからなんですけども、まあ、今回はね、そのまま小競争でいいんじゃないかと思います。成功もするんで。ただね、このままじゃダメ。まあ、ダメ。ダメ。まあ、中途半端。中途半端なんで、できたらね、できたら、これ消してください。で、26画にしましょう。26画もね、決していい数字はないです。ぶっちゃけトーク。でも、好きな数字です。丸です。まさがみ家的には丸です。これをね、栄養型と言いましてですね。まあ、栄養数に36画っていうのがありますし、帝王数に36画があります。孤独なんですけども、大成功を収められる数字と言われております。非常にね、波乱万丈でございます、当然ね。いい時、悪い時、大きな波が来るんですけども、ここで収まってるんであれば、1画減らして26画にして、勝負かけましょう。勝負好きですよね。安定を求めてないです、僕は。まあ、大吉にしたかったらまた相談してください。ということでね、まあ、波乱数って言われる26画に持っていくのがいいんじゃないか、面白いんじゃないかと思いますよ。まあ、一人ぼっちのパリピ。一人ぼっちのパリピ。いや、違う、やっぱりね、一人ぼっちのパリピ。ちょっとぶっ飛んでるみたいな感じするでしょ。この響きがいいと思いますというんでね、できたら26画どうでしょうか。ということで、一人ぼっちのパリピさんに興味が出た方は、下からリンク貼っとくんで。あとね、自分のハドネーム占いも見てほしいなーって思う人は遠慮なく、書いてください。書いてください。まだいけます。ということで、一週間遅れになってどうも、すいません、一人ぼっちのパリピさん。本当はね、先週するつもりだったんですが、今週になっちゃったね。本当ごめんなさいね。ということでね、詫びを入れながら、開き直ってる今日この方、まさがみ流派でございます。いかがだったでしょうか。